はい、皆様おこんばんにちは。おつウィッチャーゲラルトです。それではウィッチャー3ワイドハントをプレイしていきたいと思います。さて今日は、森の貴婦人たち、いよいよメインクエストをですね進めていこうと思ったんですが、なんか後ろでなんか叫んでるんでね、クエストボタンがあるからマークがあるからね、とりあえず行ってみましょうか。もうすぐ行く。ヤーゴダを助けてくれ、お願いだ。なんだなんだなんだ、そっちじゃない、あっちだ。なんだ、これどちら。豪勢だな、その肉はどこで。うろうろしてる豚どもを見つけて一匹焼いたのさ。食うか、いくらでもあるぞ。うん、いらない、遠慮しておく。もったいねえ。カイウス、もう一個でかい塊だ。ああ、なんてこと。ヤーゴダを焼くなんて、けたものめ。またこいつか、もう一度殴られたいか。どういうことだ。奴らヤーゴダを肉にして焼いたんだ、けたものめ。またそれか、痛めつけてやるか。カイウス、ジェイコブ、抑えろ。いやだ、つまりこの人の豚を襲ったわけね。はぁ、彼に手を出すのは後悔するぞ。彼は何もしてないだろう、手を出すな。親切にも焼いた豚を勧めてやったのに、その礼がこれか。俺たちに指図するやつは許さねえ、やっちまえ。あ、結局そうなるわけね。はいはい、ほら相手になってやるぞ。ほら、ほら、ほい。あいだ、お前もか。ほい、当たらんぞ。弱いな、全部弱いな。そしたら、ああ、ドドーン。ああ、倒れないか。やるね。はい、どうも。はい、どうも。ありがとうな。オッケー。かわいそうに豚を焼かれてしまったようだな。ガックし来てるよ。相当ショックだったんだな。怪我は？ない。でもヤーゴだが料理されちまった。本当に大事にしていたんだな。誰だ。リビアのゲラルトだ。俺はヨンテク、そのこの辺のヨンテクだ。なぜ他の村人がいないんだ。村にはお前一人か。いや、みんなうちにいるぞ。いなくなったのはクラウスとイゴールだけだ。ほう、クラウスとイゴールとは。イゴールは草を食べるバカなやつだ。クラウスは長老だ。ここじゃ有名人だ。けど今はどこにいるやら。きっと豚の魔法にやられちまったんだな。豚の魔法。豚の魔法。そうとも、自分で確かめてみな。見てみよう。わかった、豚を見てみよう。もしかしてこれ人間なのか。豚に変えられた人間をこの人たちは取って食おうとしたのか。そういうこと。なんかそれ多い。なんであそこに黒い塊がいるな。怖いな。追いかけよう。なんだっけ、ヨンテクだっけ。ヨンテク、あれ、そういえば確かにここ前に来た時には人がいたんだけどな。いなくなってるな、完全に。あ、違う、クエスト、これあのクエストですね。先週追加されたダウンロードコンテンツのやつですね。ウィッチャー感覚を使いラーチン村にいる豚を調べる。豚を調べましょう。なになに、一軒一軒調べればいいの。おい、あ、豚さんだ。お、ただの豚に見えるが、メダルが震えてる。ヨンテクの言う通り、魔法にかけられてる。マジか。やはり魔法の豚だな。マジか、豚に変えられちゃったらしいね。誰がこんなことをしたんだ。どこの魔術師だ。ヨンテク、なんだい。豚のことだが、確かに魔法をかけられた豚だった。ああ、そうさ、あの魔術師がやったんだ。みんなをあんな風に変えちまったのさ。誰だ。じゃああの豚は
人間だったのか。そうともさ、当たり前だろう。みんなを元に戻してやってくれ。なぜ村人たちは豚になったんだ。村人たちはなぜ豚になった。魔法だよ。俺がイゴールに鍵を渡して奴がみんなを誘っていったのさ。イゴール、その鍵というのは。これさ、ほら、豚小屋を開ける鍵だよ。なんでこいつだけは豚にならなかったんだ。鍵をどこで手に入れた。どこで鍵を。拾ったのさ。イゴールに見せたら、奴が他のみんなを誘って、そんで豚にされちまった。じゃあそのイゴールってやつが悪いのか。その豚小屋を見に行きたいんだが、どこにあるんだ。ああ、あっちだよ。丘の向こうさ、ずっと歩いてきゃ着くよ。わかるか。行ってみよう。行ってみよう。オッケー、黄金、愚者の黄金。愚者の黄金、村人たちが、向かった遺跡を見つける。帰ってきたら豚になってたってことなのかな。じゃあその遺跡で豚にされてるんだろうな。いやはや、なんとも。でも魔術師って言ってるから、誰か魔術師がその魔法を使ってるんだろうな。しかしあれだね、全員が豚に変えられるっていうのもなんかかわいそうな話だけど。これでどこだ。こっちか。おお、結構敵が多いな。マップを確認。あ、ちょうどまっすぐだな。こんなところに遺跡があるのか。あ、いたー。すれ違いざまに噛まれたぞ。なんかいる。盗賊だ。おお、いい。いきなり手前にいたぞ。びっくりした。おい、オッケー。んで、クエンに変えて。すごい。クエン。あ、オオカミまでいる。ちょっとやめて。ちょっと盗賊とオオカミでやり合わないのこれ。オオカミと盗賊でやり合ってほしいんだけど。無理か。合わないな。この野郎。よいしょ。ほい、ほい。レイ、後ろにもいるね。さあ来いよ。お前ならこちらが行かせてもらうぞ。こいつ素手で俺の剣受け止めたぞ。そりゃ死ぬぞ。なんで盗賊がここにいるんですか。なんかあれなのかな、遺跡嵐みたいな感じなのかな。 OK、こいつも手に入れる。さあ中に入るぞ。暗くはなさそうだね。特に猫の目はいらなそうだな。まあ、黒くなってきたら飲もうかね。誰がいるね。右奥に誰がいるぞ。誰だ。やばいな。ああ盗賊か。いいんじゃないか。バカ言うな。何かを誰だ。どうした、おじけついたか。おうおお、そのまんま何もイベントなく。あれかよ、戦闘に入るのかよ。はっはっ、あースタミナが溜まってない。ふい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 、リグに燃えて死ね。えい、そしてクエンを張り直して死ね。ほらどうした。オッケー。ああクマがいる。クマが守ってたのか。クマはやったはいいが俺にやられたってことかな。オッケー、まあ、安全にしかならないけどな。じゃあここはいつも通りあれかな。ハードハード。あれ？ハードで開かねえ。さっきの鍵かな。ヨンテクの鍵が使えたか。ああなるほど。おお、魔法の鍵かよ。テレポートはあまり好きじゃないんだから。
ここは人の足がいっぱいある。大勢がここへ来て何か重いものを持ち出したようだ。あはー、なんか呪いを食らったな。さては、なんだ、豚さんがいる。話す？こいつもあれか、人間か。メダルが震えてる。この豚も元は村人だな。返事してるのか？言葉がわかるのか？はいなら1回、いいえなら2回だけ。いいな。おう、ほら、これを食うと言って。なんだ、いつからここにいるか知らないが、腹が減ってるだろう。いいものをやろう。ガツガツ食ってる。うまかったようだな。やれやれ、話をしようか。よし、話をしようか。お前は誰だ？ヨンテクは薬草師と長老がいないと言っていた。お前はそのどちらかだな。いや、長老かな。村の長老のクラウスか？違うのか。村の薬草師か。名前を聞いたぞ、イゴールだな。俺はゲラルトだ、よろしく。会話できるもんだね。ここはなんだ。ここを知ってるのか。墓地かな。ここは墓地か。ああ、聖堂なんだ。ここは聖堂か。その辺りを調べる。また後でな。喋れる豚とはな。まあ元は人間だからあれだけど。うわあ、豚の聖堂だ。豚が祀られておる。すごいな。俺はシャツに草の汁が、下には薬草の袋。薬草師のイコールのものだな。で、こいつがそこにある。少なくとも数人はいたようだ。引きずり出した跡がある。あー、なんか持ち出してその呪いだね、完全にね。豚神様を怒らせたってことだね。豚小屋か、なるほどな。はあ、これは？そこに金貨が一枚、ここには黄金が隠されていたのか。それを持っていったか。で、呪いをかけられたみたいなもん。そんな感じ。豚と話す。少なくとも数人はいたようだ。豚と話すっての。引きずり出した跡がある。話をしよう。よし、話をしようか。黄金はどこだ。ここにあった黄金がどうなったか知ってるか。いや、知ってるな、お前は。ヨンテクに聞いてみないとな。おおよそは分かった。ここは聖堂で、黄金の詰まった桶があった。ヨンテクが鍵を見つけ、村人に見せると彼らは欲に走った。誰も黄金が呪いで守られているとは思っていなかったんだろうな。呪いを解くには黄金を元に戻さなければ、ヨンテクがありかを知っているかもしれない。なんだ、豚と話すのやってるけど。クエスト更新、愚者の方が読んでると話す。冗談だ。あるいは誰かが全く別の呪文をかけようとして失敗したか。おう、まあいいや、読んでくと話そうか。なんかあれだね、パイレーツオブカリビアンみたいな感じだね。コインの呪いね、あれの豚版だな、完全にな。さあ戻ろう。じゃあもう俺もそれ黄金隠れないじゃん。そしたらせっかく俺が横取りして全部いただこうと思ったんだけど、そしたら俺が豚になってしまうわけね。それかあれだね、呪いを解いてからこっそりいただくっていう方法だね。どっちかだ。いやー、根っかはやだ。あー、宝箱がある、あそこ。どうしよう、宝箱欲しい。宝箱だけ取って刺すと。やめて、痛いっつ。
あぶねこの野郎。あ、まだいる。来いよ。はい。はいと、すげえ。んで、オッケー取った。で、焼きリンゴとリンゴジュースを飲む。このリンゴあれだね、コンビがすごく回復がいいですね。オッケー。とりあえずは村に戻ってヨンテク話して。で、黄金のありかを聞いて、なんか倒して終わりかな。そんな感じかな。結構長そうだな。おお、狼がいる。おい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 、食べられちまうぞ。痛いから、このやろ。村は守れたな、今のところは。ふう、またかよ。またお前は助けを求めに来たのか。まったく。ふう、オッケー、読んでく。なんだい。とろいんだよな、なんかな。やっと村人に何があったか分かった。呪いにかけられたんだ。なんだなんだ。ああ、それで呪いを解けるか。お前なんか怪しいぞ。ああ、力を貸してくれ。ああ、よし。なぜお前は呪われていない。お前は他の村人みたいに姿を変えられていない。なぜなのか気になるな。みんなと行かなかったから。聖堂から何もくすねてないのか。そんなことはしてない。なんでだ。黄金はどこだ。盗まれた黄金、それが呪いをもたらした。どこにあるか知らないか。隠したんだ。黄金を元の場所に戻せ。その時豚、いや村人も皆連れて行くんだ。うん。え？黄金を持ってこい。なんなんだ。俺が豚を集める。この日小屋で落ち合い、豚小屋に行こう。きっとうまくいく。みんなを助けられるのか。黄金を持ってくる。なん、豚たちを誘導しなければ。なんかあれだな、腑に落ちねえなこいつ。抜けてるというか、わざと抜けてるのかどうかはわからないけどさ。アクセイ？アクセイ？豚ども、進め。この辺小屋に行くんだ。そこで待っていろ。アクセイ便利だね。豚にでも催眠術は効くんだね。あとこっちか。こっちはどこからいる？ここか。アクセイ。来たぞ、豚さん。豚さん、はい。はい、あなたも。はい、あなたもいらっしゃい。はい、みんな移動しろ。なんかあれだな、もう、ゲラルトはこういう動物に縁があるね。いや、見たったり、今度は豚か。ほら、行け。行くんだ。9体だからこれで全部かな。あともう1体いる。全部かな。全部だね。これで揃えば全部だな。 OK。 7、8、9匹の豚ども、みんな揃ったぞ。イゴール以外は。イゴールは先に行って待ってる。いいか、着いたら黄金を元の場所に戻すんだぞ。あんたは豚を頼む。俺が黄金を運んでおく役だ。行くぞ。行くぞ、進め。さあ行くぞ。なんだこのクエスト。豚がいっぱいついてきてるよ。ヨンテクを護衛しながら呪われた豚たちを遺跡に連れてくってことは分かったぞ。これ狼が来るな。獣のオイルを塗っておくのがベスト。獣のオイルはすでに高級品となっています。あとは何が来るだろうな。
ネッカーとかいたからね、敷居系も塗っておくか。オッケー、これでいこう。で、クエンにしといて、守る系は大変だな。行くぞ、進め。だいぶ結構襲ってきそうな気がする。先に石膏に行ってくるか。それも手かもしれないな。いやでも鹿がいるけど、鹿が何も気づいてないからな。狼とかいなそうなんだけど。あ、なんか聞こえる。ネッカーだ。やっぱりネッカーがいる。襲われる前に倒しておこう。怪物だ、みんなが押す怪物だ。みんなが襲われる。ほい、ほい、数が多いね。ネッカーオーリアだ。ふえ、ふえ、ふえ、守ってくれ。いいよ。オーケー、オーケーじゃない、任されたか。あー、マックスの方のバリアじゃないと体力回復しないんだな。なるほどね。ネッカの心臓が欲しいんだけどな。止まるな、早く進め。この辺ネッカーウォーリアが出てくるんだったら、ネッカーウォーリアからあれが取れるはずだな。心臓がね、取れるはずなんですよね。心臓を使ってね、薬品を1個作りたいんですよね。まだ、あー、取れてないか。4つ欲しいんでね。歩け、ほら進め。えけけけい。リンゴと、リンゴセット。もぐもぐ。んで、これはこっちでいいのか。ここに隠された財宝があるな。出発だ。え、待て。ん、なんだ。なになになに。ああ、ただのあれか、イベントか。ん、あ、ここまで守ればさ、あの、勝手に来るのね。これで全部か。おお。歌神よ、静まりたまえ。戻った？ああ、戻った戻った。ありがたい、元に戻った。喜ぶのは早いぞ。頭数じゃない、人数を確かめろ。それは豚の名前だ。豚の数え方だ。ほぼみんな揃ってるぞ。オンに切るよ、白髪さん。あれは？俺一人の手柄ではない。ヨンテクに感謝しろ、彼のおかげだ。鍵を持ってきたのはヨンテクだ。暴君が呪われてるのを知ってたんだ。一緒に来なかったもんな。でも俺は何も。イゴールがやろうって。ごまかせないぞ、この野郎。やっちまえ。助けて。なんでだもん。ヨンテクに手を出したらその手を切り落とすぞ。待て、俺たちはただウィッチャーに殺されるぞ。早く行こう。そういえばイゴールがいないんじゃない、その。助かったよ。村には戻らない方がいい。きっとお前の居場所はない。どこか別の場所に住むんだな。ああ、そうだな。元気で幸運を祈るよ。経験値獲得。ゲスト完了。愚者の黄金。これはもう何もいじれないんだね。そういえば、あの薬剤師はどこへ行ったんだ。結局出てこなかったね。なんかあれかな、選択肢、俺が選ばない選択肢だったらもしかすると出てきたのかもしれないね。まあいい、とりあえず戻ろう。オッケー。おお、普通に、そのエフェクトいるのっていうぐらいだな。さあ、じゃあ、メインクエストを進めていきましょうかね。ブルックバック出現、妖婆を見つける。やっと進められるわ。
んで、どうやって戻ればいいんだ。あ、リアドン邸ここにあるんだ。随分近かったんだね。リアドン邸に行こう。ばあさんいんのかな、普通に。オッケー、乗って。その調子だ、最後。まあ、あのヨンテクも多分どっかで会うんだろうな、そのうち。着いた。とりあえずばあさんがいるかどうかちょっと確認しようかな。いるのかな、さすがにいないか。いる？いなそうだね。まだ住んでないのか。早く解放したんだから早く住めばいいのに。まあいい、とりあえず戻りましょうか。ファストトラベルで、下か、ここだ。あ、まあ近いっちゃ近いんだな。まあいい、ここのダウンウォレンから行きましょうか。で、呼んで。そういえば、ダウンロードコンテンツのなんかクエストだけど報酬もらえなかったね、何も。なんかただバタルした感じだわ。おーおーおお、いっぱいいるいっぱいいる。そうだ、忘れてた、ここあれだ、四季の隅だ。行くぞ。うっ、怖い怖い。ガースまであんのか。おお、結構いるんだな。危ない危ない。やっちまった。はい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 。あ、ローチが襲われておる。うちのローチ何をするんだ、まったく。はい。まだ距離あったっけ？もう近いんじゃないの？あ、目と鼻の先だ。よし、このままダッシュで行っちゃう。よっ、あそこだな。そういえばこれウィッチャーの感覚を使いご馳走道につながる道を見つけるっていうのも、あ、結局一緒なのか。なんだ。ご馳走の道ってあれでしょ、あの例の女の子のやつでしょ。これがご馳走の道か。うちが湧いてやがる。ウィッチャーの感覚を使いご馳走の道をたどる。ん？ということはあれか、間引きされた女の子とか子供って結局ご馳走の道をこの道で会っているようだ。たどって妖婆のところに行くんだ。あー、妖婆に捧げるんだね。そういうことなんだろうな、多分な。で、あの女の子は途中で蝶々を見つけて、道の別のところに迷い込んでしまったと。はあはあはあ、こっちで合ってるの？これでいいのかな。なるほどね、全部お菓子がぶら下がってるわけだ。それを食べながら進むといつの間にか妖婆の元に迷い込んでしまうと。で、妖婆に何をされるかわからんけどな。まあいろいろ悪いことに使われるんだろうな、子供たちを。このまままっすぐでいいのか。随分な距離だね。なんか見えてきたね。あそこがそうかな。あー、あったな、ここだ。なんだろう、ヘンデルとグレーテルみたい。お菓子の家の魔女ってか、合わせてもらおうか。こ
子犬が台所で盗み食い。コックは子犬を吊り下げて血を全部抜いて皮を剥き、こりゃうまそうと笑っていった。ひでえ歌だな。子犬を食べたマルモのコック、今度はお前を丸焼きだ。1、2、3で火をつけろ。それみんなあれか、面白い歌だ。ごちそうの道をたどってきた子供たちか。知らない人はあっち行って。へえ、沼で何をしている？子供だけで何してるんだ？子供だけじゃない、ばあちゃんがいるよ。親と住んでる家は？親はいない。みんなか？戦争のせいで孤児がいっぱいいるんだ。知らないの？知らん。魔女を探している。失言の魔女を探しているんだ。あんたが魔女かと思った。なんでやねん。魔女だって？沼地の魔女？沼には入っちゃいけないの、おばあちゃんの言いつけ。ゼメック兄ちゃんがいなくなった時、ゼメばあちゃんは森に入るから迷子になったんだって言った。行った後ずっと泣いてたよ。まだ戻ってくるかもよ。灰色がかった髪の少女を見なかったか？この沼で迷子になっている女の子がいるんだ。灰色がかった髪で顔に傷がある。見た子はいないか？女なんかいないよ。私は？お前は違うよ。女はおっぱいがあるんだ。そうだ、エロガキ。軍隊が来た時に父さんが言ってたぞ。若い娘を森に隠せ、おっぱいは男を惑わせる、若い兵士の目の毒だって。エロガキども、全員原稿くれてやろうか、この野郎。子供だけで住んでいるの？他にいないのか、君たちだけが。何のこと？女の人を見かけた人だ。三つ目の木とか？木なんかずっと寝てるからダメだ。ジョニーならいるよ。ジョニー？何話してるの？余計なこと言っちゃいけないよ。勝手に入らないで。誰だ？入っていいのは子供たちだけだよ。誰なんだい、剣なんか持って盗賊。お前が子供たちの面倒を見ているのか？子供たちの面倒？私の孫たちだもの。ばあちゃんは優しいよ。スープに豚肉を入れてくれる。子供が森に入っていなくなることがあるの。森で見なかったかい？誰も知らないっていうのよ。うん、お前は魔女か？お前も沼地の魔女なのか？失言の話を聞いたんだ。魔女？私が？まさか。空飛ぶほうきも喋る袋も持ってないし、イボのない可愛い花でしょ。ほら、おばあちゃんの話的よ。ああ、いい子だね。本当に可愛い子供たち。うん、ジョニーとは誰だ？ジョニーとは誰だ？ジョニー、ジョニー、猫を食べ、次の日クソが毛だらけさ。汚い言葉を使わないの。怒られてる。子供はずっと作り話ばかりしてるの。みんな作り話よ。うん、それは森のジェニー、森のジョニーだからジェニーとかっていう討伐依頼受けてたな。それ先に済ませた方がよかったのかしら。まあいいや、人を探して。話してただけだ。若い女性を見てないかと。私も昔は綺麗な若い女だったよ。長い髪を母さんが三つ編みにしてくれて、花柄のドレスを着て。見てないか、若くて灰色かかった髪だ。フィアンセかい？いや、娘だ。娘？ああ、私の可愛い2人の娘、今はどこにいるのかね。危ない目に遭ってないだろうね。娘が2人、っていうか子供は何なの？孫？あ、孫か。そうか。力を貸してほしい。あんまり強気に出ない方がいい、ね、少しでいいから協力してくれないか。若い灰色がかった髪の娘だ。あんたたち何見てるの？手を洗ったらコオロギを捕まえるよ。何も教えてもらえなさそうだな。だって何も知らないからね。ジョニーなら知ってるよ。物知りだもん。何か尋ねたらいつも待ってな、ケツを変えたら教えてやるよって言うんだ。汚い言葉はダメ。何言ってるの？家に入りなさい。さあ早く。あんたも早くどこかへ行って。怖えババアだなおい。あれがでも魔女なのかな、ヨーバっていう。人物登録、ローバー。誰だ？
大百科、人物登録、老婆、あ、これだ。戦地では残酷な運命のいたずらに苦しんだ人によく会うものだ。よってゲラルトがベレの沼地で子供たちにおばあちゃんと呼ばれている、老婆に会った時も、その老婆が何らかの不幸を背負っているかのように見えたとはいえ驚きはしなかった。その悩みが何であれ老婆が預かっている戦争孤児を愛と情熱を持って世話していることは明らかであった。なるほどね。ってことはあれか、魔女じゃねえのか。小屋まで行き少年と話す。これ森のジェニーやっといた方がいいんじゃねえか。森のジョニーだよね確か。違う、ウィッチャーへの依頼。あ、こっちはジェニーだ。ジョニー、ジェニー。いやー似てる気がするけどな。同じじゃないのかな、違うのか。あ、でも場所が違う。ミッドコップスとあれだ、ミッドコップスとあっちだから全然場所が違う。こいつか。ここはあんたの来るところじゃないよ。ちょっとぐらい話をさせろ。話がしたいだけだ。ダメ、許さないよ。どうせ何も話さないよ。ばあちゃんが嫌がるし、ジョニーは作り話だし、それによそ者は子供をさらうんだろ。誰がそんなこと言ってるんだ。ジョニーがどこにいるか教えてくれ。ジョニーは作り話だよ。出てって出てってよ。老婆を小屋から遠ざける方法を探す。探すのか。この辺のやつパクれば怒られそうだけどな。あ、普通に取れるのね。いただきましょうか。どうやったらいいんだろうね。あー、なんか子供たちをけしかければいいのかな。なんかベイクドポテトとか焼きリンゴあたりをこう一個やって、これであのちょっとおばあちゃんこう垂らし込んできてよっていう子供に言えばあれなんじゃないの。それとも子供にアクシー使ってけしかければなんとかなんじゃね。ダメそういうの。新しいマーカー、クルックバック出現の孤児たち。よし、これはもらっていくぞ。子供には関係のないものだ。こんなもんなのかな。そんなに建物が多いわけじゃないしな。こっちは？あ、鍵がかかってる。話す。どうしてジョニーのことを話したくないんだ。あの子が知ってるならみんな知ってるだろう。仲がいいのはあの子だけだよ。一緒にキノコとか取りに行くんだ。でもばあちゃんはジョニーは作り話だって言ってる。お友達は森へ行くのが怖くないのか。ジョニーと仲良くしてる子は怖いもの知らずなんだな。違う、ただバカなだけ。あいつ前に裸で蟻塚に座ったしな。でもジョニーと遊んでるよ。ばあちゃんの言うことを聞かないで森へ行ったりしてる。カタツムリも食べるのよ。あれみたい。っていうかあれか、シリと声がなんか同じっぽいな。おばあちゃんにひどいことをされてないか。おばあちゃんは優しいか。痛いことはされてないか。全然。ああ、悪さしたら泣いちゃうの、ね、すごく心配してるの。よく子供がよそ者にさらわれていなくなるんだって。うん、君たちもジョニーと会ったことがある。悪いババアではなす。もちろんこの子とよく似てるの。どうして作り話だと。おばあちゃんがそう言うから。おばあちゃんは何でも知ってるもん。助けてくれないかな。さっき言った女の子は危ない目に遭ってる。ジョニーの友達と話せるようにおばあちゃんを家から遠ざけてくれ。わかった。でも返しはしてよね。かくれんぼして遊んで。おばあちゃんは足が痛いからってかくれんぼしてくれないの。よし、やってやろう。よし、探してやるから隠れてごらん。見つかったらジョニーを知ってること話をさせてくれよ。簡単にはいかないってのに。言ったのか、こぞ。ジョニーから隠れたことがないのね。目を閉じて大きな声で数えて。手と足の指全部だよ。ってことは20か。
かわいいじゃんゲラルト。18 19 20。もう一回見つけてやるぞ。さあ、結局、ウィッチャーセンスを使いって普通にナビゲーションの方がウィッチャーセンス使えって言ってるぞ。おい、いいのか。どっちみちウィッチャーセンス使って見つけるけどさ。あ、いた、これか。おい、あ、ここは登れないの。はい、一人目ほら見つけた。あとはどこだ。ん、足音があるね。こっちにこう来て、こう来て、こう来てからの、こう来て、はあはあはあ、あ、向こうが出たな、外に出たな。裏道か、この裏にいるぞ。普通に化け物がいるんだよな。子供さらうやつより化け物の方がよっぽど危ねえじゃねえかって話があるけどね。はいはい、ここでこう続いて、ここでこう続いて、開いたわ。見つけた、出てきていいぞ。ずるい、見つかるはずないのに。ウィッチャーを舐めないでいただきたい。あとどこだ。建物の中とかにもいるのかな。どこだ。ああ、ここにも足跡がある。はいはい。あ、いたわ。見つけた。なんでわかったの？ウィッチャーだからさ。あともう一人どこだ。まあ意外とね、小説とか見てるとわかるんですけど、ゲラルトね、割と子供大好きでね、結構シリに対してはね、親バカなところもありますからね。どこだ。やべえ、あと一人が見つからん。どこだ。ん、もう一人いるな。こいつ、こっちは探したよね。どこだ。こっちの足跡は別物なのか。いや、そんなはずはないと思うけどな。よいしょ。この中じゃないよね。はあはあはあ。中で2つに分かれたんだよな。この辺は？あれ、おかしいな。いないな、いないな。あれ、おかしいな、いないな。物はあるけど、ああ、おかしいな、いないな。失礼。意外と上とか。いや、でも上、もうあそこ調べたもんな。いやー、最後の一人はなかなか、これなかなかのかくれんぼだよ、これ。かくれんぼだよ、これ。はあはあ、どこにおんだ、わからんな。足跡ないんだよな。隠れてそうならあの家かどっかなんだけど、あるん中？なわけないよな。これ上行けんじゃねえな。なんか反応がないか。よいしょ、ダメか。この上とかではないんだな。おお、日が暮れちまうぞ。どっちなんだろう。
あの後ろにいた子はこっから行ったんだもんね。待てよ、見つけたのにも足跡が残ってるってことは、これが最後のこの足跡なのかな。それは間違いないってことかな。ここに来て、こう来て、こう来て、ああいたわ。なんだ、見つけたぞ。君で最後だ。ズルしたんでしょ。まあちょっとな。小屋に来て、一番上手に隠れたって言わなきゃ。みんな見つけた。ではジョニーの友達と話をさせてくれ。いいよ、約束したもんね。怖がらないでくれ。何も知らないよ。何もしないから。ばあちゃんは？用事で忙しい。君や他の子の親は？死んじゃった。飢え死にしたり殺されたり。僕の親も。なるほどな。夜明けに家を出て森にイチゴを探しに行ったんだ。まだ全部取ってなかったから。家に帰ったら叫び声が聞こえて、それから笑い声がして逃げ出して森の近くの茂みに隠れた。ママが叫んで、兵士たちが笑ってた。納屋の扉のところにパパを、首のない死体を転がして、その次にママも。もういい、十分だ。うん、まあ戦争だからな、しょうがないな。話すのが怖いのか？怖くなんかない。怯えてるじゃないか。怖くないならジョニーのことを教えてくれ。ジョニーが心配なんだ。最近ここに来なくなったし。キノコ取りにいた時彼の隠れ家を見たよ。子供なの間違いないのかな。ばあちゃんが怒るんだ。よそ者と話すなって。子供はさらわれちゃうから。ばあちゃんもジョニーのことは心配だけど作り話だって言い張ってる。ジョニーはどこに？ジョニーと話したい。君たちよりいろいろ知ってそうだ。彼にひどいことしないでよ。作り話じゃなくて本当の人間なんだ。何もしない。よくここに来てたんだ。ばあちゃんはジョニーの歌が好きだから。キノコ取りに行った時、子供じゃないんだ。この街で灰色っぽい髪の女の子を見たって言ってた。ああ、どこに見たのか。沼地に小さな空き地があるんだ。そこに変な木が生えてる。その近くを探せばいるはずだよ。ありがとうな。ありがとう。 OK、 森の貴婦人たち、クエスト更新。さあ、じゃあ今日はこの辺で終わりにしておきましょうか。次回はそのジョニーかな、ジョニーの方を探しに行きたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会うときはウィッチャーの高みだ。